はい、こんにちは、こんばんは。今回はですね、もうすぐじゃなくてお知らせを見ていきましょう。タイムお知らせを見ていきまして、どうかったらドリームキャラバンかな、これでよいわ。ドリームキャラバンの開催期限かな、イベント開催期間が最終的に2020年2月26日水曜1時までと。でね、この後多分メンテン、この時間にね、終わるということは、プロスピ4年間やってる私から言えばメンテナンスが来ると。で、そのメンテナンス後ね、これが来るのではないのかなと。 OB 第5弾26日から始まり、3月3日かな、まあ、そのあたりで終了し、その後3月にはね、グランドオープンが控えていまして、その前にこのガチャが来ます。サムライジャパンガチャ、第1弾、第2弾、第3弾、第4弾、去年の例はね4弾構成でしたんで、まあ、今年も4弾構成で多分ね来ると予想をしております。まあ、そしてですね、サムライジャパンについてね、動画右上のびっくりドンキーマークを押してもらえれば、サムライジャパンについての動画にねなってると思うんで、まあ暇というかね、サムライジャパンについて詳しく知りたい人は右上のびっくりドンキーマークから押してみてくださいと。はい、ということで選手画面に来まして、今回ですね、サムネとタイトルにある通り、 OB 第5弾を引くべきなのか引くべきではないのか、まあ、なぜねこの論題になったかと言いますと、最終弾なんですよ。まあ、これって結構難しい。 TS もね、第6弾かな、めちゃめちゃですね引くが迷うんですよ。なぜならね、3200の選手と3100の選手の境目なんですよ。まあ、これをねどうするのか、ステータスを取るのか、スピリッツを取るのか、まあ、OB 第5弾で言えばグランドオープンを取るのか、 OB 第5弾を取るのか、悩ましいところなんで、それをねちょっと見ていこうかなと思います。まずはじめですね、 OB 第5弾と TS 第6弾、スピリッツが変わる境目で一番重要なのがステータスなんです。ということでね、ステータス2年前の選手をパッと見て、まあ、去年の選手をちょっと詳しくね見ていこうかなと思います。2年前のセーブから、2017セーブ平野選手出てました。そしてですね、2017年、2年前のソフトバンクにはこの方、野村克也さんが出ていました。ポシュビーのコス25、弾道アジスト、ミート78、86、54と、やはりね、めちゃめちゃ強い。保守適性もね、76、80、62と、今年のね、OB ね、きっと欲しいなと、保守、存在感、アーティスト。保守でね、アーティストってね、指折れるぐらいのね、選手しかいないんで、まあ、その中の貴重な最強保守、野村選手。ぜひとも第5弾で出てほしいなと、私は全力で狙いに入れたいなと思います。楽天の最終弾は、山崎選手が出ていました。アーティスト枠。ロッテの最終弾はですね、2017山内選手出てました。この方もアーティスト、レフト B のアーティスト、ミッパー AAA67、めちゃめちゃ強い。この方ね、今年復活してほしいんやけどね、レフト B でめちゃめちゃ強いんよ。17年の最終弾、日ハムでは島田選手出てましたと。おー、78、80、おー、センターも守れる。選球がチャンス通ると。オリックスの最終弾見ますと、鈴木選手出てました。やはりね、ステータス高いね、82、83、88と。怖い。巨人の最終弾も見ますと、西本選手が出ていまして、やはりね、やっぱステータス高い、76、80、82、シュートがめちゃめちゃ曲がります。私、17年の最終弾の累計かな、平松選手を当たりまして、9位、84、74、84のスタミナ9位同時と、いや、めちゃめちゃ強いね。カミソリシュートと言われてるね、シュートを持っていましたと。キレ、タイピンチ、投手でね、平松選手をね取った時、なんかめちゃめちゃね、これは画像感があるんやけど、なんやろ、なんか遠近法かな、まあ、それでなんかね、ちょっとおかしく見れるんよね、この画像。阪神の最終弾、岡田さん来てましたね。今年第3弾でね、バースさん来たんで、岡田さんでも復活したよね。18年多分出てなかったと思う。17年カープの、ね、最終弾見ますと、ミート83、85、72の山本選手、やはりね、最終弾はステータスが高いよね。まあ、裏捨てもめちゃめちゃいいと。11、この岡田来てました。山本さん17年最終弾、82、80、81、いやー、やっぱ見る、うおいうおいうおい。ヤクルトですね、平松選手と川崎選手も取ってて、なんか OB 第3、第5弾私引いてたのかな。17年76、74、80と2人持ってるんで、 OB 第5弾なんかあったんかな。あ、そうや、忘れてました。なんかね、まあ、ここでですね、プチ情報を加えますと、この17年度のね、3月下旬あたりかな、まあ、それらあたりで OB 第1弾か第3弾の選手が当たる幻のね、契約書というのがありまして、去年は来なかったよ。いや、これね、また復活してほしい、今年も。19年度の OB 1弾から3弾をまとめた契約書が、S ラン契約書の代わりに出ていたんですよ。で、その次のイベントでも、でもさっきのやつを訂正すると、外国人 OB から2弾の選手が入っている契約書。ほんでね、次のイベントでは3弾から5弾のね、選手が入っている OB 契約書で、確か川崎選手が当たったと。
まあ、去年のね選手をちょっとパッパッと見ていこうかなと思います。ステータス見てください。83、79とやはりですねステータスが高い。ソフトバンクを見てください。弾道アーティストとねめちゃめちゃ貴重にされている弾道の選手、なおかつ76、83ステータス高い。楽天はですね球団歴ちょっと短いんで、あまりねドカンとね強い選手は、まあ、登場しにくいかなと。ロッテはですねライト B コス25、弾道ラインドライブ、ミート81、75の高澤選手、やはり見てくださいステータス高い。去年の日ハム枠は大当たり枠がミートパワー A 行ってるということで、やはりステータス高いよね。尋常じゃないぐらい、まあ、去年のオリックス最終弾でも9位、80、73、82の投手が出ていましたと。野田選手、個人の OB1 から5段全員豪華やね。桑田選手が出ていました。79、83、85で球種がね先発4位、ギリギリの5球種あります。で特殊能力ねコントロール、タイピンチ、キレとリアタイ要員としてねたまに合う。ベイサーズからこの岡田が来ていました。高木豊チャンネル、弾道中弾道79、69、84と、うん、まあ、ステータスミート A に乗らないかな。これ打率3割、打率3割でミート A 乗っている人多いんやけども。で去年の阪神井川選手見てください。もう9位型 9A と理想の、ステータスでございます。83、67、81やはり強い。いやカープも見ますね。木戸勝選手来てました。79、80、67強いね、強すぎる。超パーヒット類チャンス。中日からはね、タオ選手来ていました。83、71、67、ミート型、ミート A に行っています。で、ヤクルトのね、最終弾、今年はですね、第4弾で来たんですけど、最終弾で古田選手来ていました。80、78、67。まあ、やはりですね、最終弾の選手、パッパッと見たんですけども、ステータス高い人多かったじゃないですか。でね、ステータスも、ね、一方的には14なんですけど、このゲーム何回も何回も私知ってるんですけども、スピリッツゲート。自動試合やった時にスピリッツステータスどちらをね優先的に、判断するかと言いますと、まあ、このゲームスピリッツで判断しよう。だからね、OB 第5弾っていうのは、まあ、無課金美課金は絶対に引かない方がいい。それなら3400、もう何回も、ね、何回も言ってるけど、グランドオープンまで貯めてください。ほんでね、グランドオープン時のエナジーどれぐらい貯めたらいいのかと言いますと、去年のね、最大回数が70連ということで、1750エナジーをグランドオープンまで貯めてください。で重課金美課金者もやはりね OB 第5なんていうね渋ると思う。だけどもステータス高い人、まあ強い選手、 OB 選手とセレクションコレクションとねして取っておきたい人はね30連回してもいいと思う。第5なんでランキング走る人に多い特徴としては、まあ、純正の方かな。純正からすればめちゃめちゃね OB 選手っていうのは貴重な選手なんで。はい、ということでね OB 第5弾をまとめます。無課金者は絶対ね OB 第5弾を引いてはいけない。グランドオープンまで貯めてください。美課金はね、まあ、引きた人は引いてもいいんやけども、純正は多分ね引き純正にとってはね OB というのはめちゃめちゃ価値があるんで、ランキング走りたい人はね走ってもらえればなと。ということで今回は以上。